こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロで選ぶ2023年春のトレンドアイテムベスト5というテーマでお届けをしたいと思っています。まだまだ寒い季節は続くんですが、やはりですね、お店に行くといろんな春物が並んでいるわけなんですね。まあその中で僕たち大人世代が使えるような身近なトレンドアイテムはどんなものなのか、そのあたりをですね、今回はしっかりと掘り下げていきたいなと思っているんですが、まあその中 この中でも僕たちにとって最も身近なユニクロですね。この中からトレンドを感じるようなアイテムをですね、5点ピックアップしてみましたので、まあ、今回皆さんと一緒にシェアをしていきたいなというふうに思っています。まあ、ユニクロというと、どっちかといえば、ベーシックとトレンドで言ったら、ベーシックなアイテムの方が圧倒的に多いんですね。トレンドが強いお店としたら、やっぱり GU、こっちの方がですね、圧倒的に数が多いかなと思うんですが、そうは言っても結構ユニクロも年々トレンド感のあるアイテムが、 増えてるるような肌感覚があるんですねですので、今回は僕たちにとってやっぱり身近なユニコーンの中からピックアップをしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう そのあたりを踏まえた上で、まず1点目に皆さんにご紹介したいのは、こちらのアイテムですね。ユーティリティデニムジャケットコットンリネンになります。これはまさにトレンドをですね、しっかりと捉えたアイテムになっていまして、先ほどもお伝えしましたが、まずはデニム素材であるということ、ここにトレンド感が漂うのと、あとはベースのデザインがミリタリーですとかワークをですね、放出をさせるようなデザインになっているので、この2つがですね、両取りできるこのアイテムは、 いっちかると本当に今っぽい雰囲気が簡単に作れるのかなというふうに思っています、まあ、ユーティリティジャケット自体は結構ユニクロの中ではここ数年定番でやっているんで、まあ、割とですね僕の中では驚きはなかったんですがそれをですねこういったデニム素材に落とし込むことでだいぶ新鮮な雰囲気になるかなと思います、まあ、詳しくは先日の動画を見ていただきたいなと思うんですが仕上がりもめちゃくちゃ良くてブルーのですね色合いも含めてすごく春らしくて爽やかな雰囲気もありますし ヴィンテージライクな雰囲気もしっかりと出てるのでこれは使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますこちらのアイテムに関しては3色の構成になっているんですがブルーが2色ありまして僕が買った方は少し明るめのブルーになっていましてもう1色68のブルーという濃いめのものがありますそしてさらには先ほどもお伝えした通り01のオフホワイトがあるんですねまさしく今期のトレンド的なカラーである ホワイトなんだけども、少しですね、色味としては黄身がかったものですね。よりナチュラルに近いようなものも、ちゃんとラインナップされているので、まさしくこのアイテムはトレンドを意識したような、そんなアイテムに仕上がってるかなと思います。まあ、ベースのデザインはカバーオールのような、ちょっとですね、カジュアルな雰囲気ではあるんですが、丈の長さが絶妙なんですね。長すぎず、短すぎずで、お尻がちゃんと隠れるぐらいの長さがあるので、一定の大人っぽさも漂うので、これは一枚持っておくと、すごく便利かなと思います。 思うのでぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて2点目のアイテムなんですが、インディゴスウェットハーフジッププルオーバー、カッコ長袖ですね。これまたまさにですね、今っぽいトレンド感漂うアイテムかなというふうに思っています。まあ、このようなちょっと襟元が高いですね、スタンドカラーのようなものは結構ですね、昨年からいろんなアイテムでですね、展開されるようになったんですね。ユニクロ U でもトラックジャケットですとかそういったものがあって、首元が高いトップスがあったかなと思うんですが、その,長いの この中でこういったハーフジップですね。全部は開閉はできないんだけども、半分ですね、開閉できるような、こういったですね、プルオーバータイプがじわりじわりと増えてきてるのは、まあ皆さんも実感してるかなと思います。まあ結構 GU とかで展開されそうなアイテムなんですが、ユニクロでも今シーズンはこういったものがですね、表現されていまして、なおかつですね、色合いがインディゴカラーということで、デニムを彷彿とさせるようなカラーリングになっているので、まさにトレンド感たっぷりの一枚かなと思います。 まだ僕の手元にはないんですが、これもですね、買っておいて間違いのないアイテムかなと思います。ただですね、こういったアイテムって、10代、20代の結構若い世代であれば、割と馴染みが深かったりするんですが、僕ら世代からすると、ちょっとこう懐かしさがあったりだとか、かつてはそんなにかっこいいイメージがなかったという方も少なくないかなと思うんですね。ぐるいと流行も一周してくるので、今まさにこういったアイテムも旬になってきているところなので、まあ最初は違和感あるかもしれませんが、 まずはですね、気軽に試着からしてもらうといいんじゃないのかなと思っています。僕自身もこういったもののトレンドが2年ぐらい前からじわりじわりと現れ始めた時にちょっと着てみたんですが、最初は正直ですね、見慣れなかったです。それが何回かトライしてるうちに徐々にですね、馴染んできて昨年は何着か購入したわけなんですが、まずは助走期間として試着から皆さんも始めてみるのはいいかなと思います。着方としては、例えば重ね着ですね。 こちらのプルオーバーの上にですね、ちょっと綺麗めなステンカラーコートですとか、バルカラーコートのようなものをですね、羽織るというのもいいかなと思います。このトップスを主役とした着こなしは、最初は抵抗感があるかなと思うので、重ね着のパーツとして捉えていただくと、まあ、結構使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、このようなインディゴブルーのカラーというのは、僕らが普段持ってるようなネイビーですとか、ブラックですとか、あとはホワイト、そういったものとの相性も抜群にいいので、意外とですね、すんないと使える かなと思うのでこの辺りは実物が届いたらですね、またしっかりとレビューしたいなと思うので、今後の動画もぜひ楽しみにしていただければなと思っています。 はい、続いて3手目はカーディガンですね。ユニクロだとウォッシャブルミラノリブ V ネックカーディガンという形になるかなと思います。まあ、今季は結構カーディガンがトレンドアイテムとして様々なショップで扱われてるかなと思います。まあ、そもそもカーディガンってトレンドというよりは定番的な位置づけで僕たちの世代でも何度も着てきたかなと思うんですね。ただカーディガンというと僕ら世代だと結構薄手のハイゲージのものでタイトな作りのものをですね、イメージする方も多いかと思います。 なと思うんですが最近のトレンドとして上がってきてるようなカーディガンというのはまずは生地の厚みなんですがあまりですね薄い感じではなくて少し肉厚のものが多いんですねユニクロのウォッシャブルンミラノリブのカーディガンですねこちらに関しても少しスウェットっぽいような厚みのあるものになっていましてそこまで厚いわけではないんですが割と従来よりは少し肉厚な感じが出てるかなと思いますこういったちょっと地厚なカーディガンでなおかつですねサイズ感は少しゆとりを持って着るよう ような感じのものもですね。こういったものがまさにトレンド的かなと思います。まあ、ユニコーのこちらのカーディガンは正直そこまでゆったりめの感じではないので個人的にはこのあたりは GU ですとかグローバルワークが強いかなと思っていまして、まあ、GU で言うところのローゲージアゼカーディガンカッコ長袖ですねこちらなんかがまさに僕のイメージするトレンド感あふれるようなカーディガンかなと思いますカラーに関しても定番的なブラックですとかネイビーではなくて 例えばですね、62番のブルーだとか、ちょっと明るめのカラー、あとはダークグリーンですね。このあたりも結構いろんなショップで取り扱いがあって、まさに旬な色の一つかなと思っています。ざっくりめのですね、ちょっと厚手のカーディガン、なおかつゆったりめのサイズ感で、色合いに関しては春らしさだとか、少し華やかさのあるようなもの、こういったものを持っておくとすごく便利かなと思います。ユニコーンのミラノリブーカーディガンだったら、個人的にはこのグレーですね、ちょっと明るめのグレー ななななんかかが旬なカラーなののと思うのでこの辺りもですね、ぜひ皆さん、アウター感覚でカーディガンを取り入れてみるのも、すごく旬な雰囲気は出しやすいかなと思うので、チェックしていただければなと思っています。 はい、続いて4点目のアイテムなんですが、こちらはユニクロ U のアイテムになるんですが、オーバーサイズワークシャツのですね、色に関しては79番のダークパープルですね。これがまさしく今年のトレンド感が漂うようなアイテムかなと思っています。まあ、アイテム自体もですね、ワークシャツということで、まあ、ミリタリーですとかワークのような少しカジュアル感のあるようなテイストを取り入れたアイテムになっていまして、半袖のレギュラーカラーのシャツなんですが、胸ポケットが左右対称についていて、このあたりにワークテイストりま と感じてまさにですねトレンド的なアイテムかなと思うんですがやはりですね色合いですねこのダークパープルという色合いがまさに今年らしいなと思っていましてまあ、綺麗なカラーですねまあ、アクセントになるようなカラーが一色加わるだけでまさにトレンド感は漂うかなと思うんですがオレンジみたいなカラーも結構上がってきてるんですがユニクロにはそんなにたくさんなくてそれよりもパープルですねこのあたりは冬のニットなんかにもカラーバリエーションとしてありましたが春にもこのダークパープルという綺麗な色合い がリリースされるのでこれはまさにですね今年のトレンド感が漂うようなアイテムになっているかなと思います僕もこのユニクロ U のオーバーサイズワークシャツに関しては本当に欲しいなと思うんですがまあ、定番で言ったら07のグレーこの辺りが鉄板かなと思うんですがやはりこの辺りはまあかなりベーシックな路線かなと思うので今年っぽさトレンド感というところで言うと断然ダークパープルというのが使い勝手がいいかなと思うのでぜひこの辺りのカラーちょっとですね冒険的なカラーではあるかなと思う ですがユニクロの価格帯だからこそ試しやすいというところは必ずあるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、まずはこういったユニクロからトライをしていただきたいなというふうに思っています。 はい、続いてラスト5点目はボトムスですね。ユーティリティーワークパンツ、カカーゴですね。こちらも冒頭でお話した通り、ミリタリーを放出させるようなアイテムで、まあ、本当に今年っぽさが漂うようなアイテムかなと思います。ユニクロでもこういったパンツは定番的にやっているんですが、まさしく今年らしさを出すのであれば、取り入れてみるとすごくいいボトムスかなと思っています。まあ、カラーに関しては3色の構成なんですが、やはり今年のトレンド感を漂わせるという意味では、57番のオリーブですね。このようなカラー を取り入れるだけでちょっっととなな雰囲気は出しやすいいのかなと思っていま,すまあ、こちらも動画をですね、別で撮ってありますので、そちらを詳しく参照していただきたいなと思うんですが、ミリタリーワークテストのパンツではあるんですが、太さですね、このあたりがものすごくワイド感が強すぎると、ちょっとやぼったく見えてしまうんですが、太すぎずというところのシルエットが、個人的にはユニクロらしくて、大人の男性にも使いやすいポイントかなと思っています。ま,あ、まさにゴリゴリリリリののミリタリーのアイテムという いうよりは現代的に使い勝手のいいようなバランスで再構築されているところがまさに魅力の一つなんですがポケットですね横についているポケットもボリューム感がそんなに強く出てないのでこのあたりもやぼったく見えないところが個人的にはすごく評価できるポイントかなと思っていますこのようなカーゴパンツって僕ら世代にとっては結構懐かしさのあるアイテムかなと思うんですが、まあ、かつての軍パンカーゴパンツのイメージよりはだいぶシャープでですね現代的な雰囲気に変わってき 来てててていいいるかななとと思思うのでで、まあ、改めすすねチェックをしたただきたいなと思っています結構綺麗めなですね、ロング丈のコートとか、そういったものと合わせてもらうと、外しの要素として使い勝手が良かったでするので、まあ一本あると便利なのかなと思います。まあ、ユニクロの通常のラインではこちらがおすすめなんですが、ユニクロ U だとレディースのですね、タックジョガーパンツですね。こちら、まあちょっとカーゴパンツというわけではないんですが、56番のオリーブなんかはまさしくですね、ちょっとこう、ワークテイストの雰囲気が漂って、 いいいいいてて個人的にははこのの感じじすすごくく今年っぽくていいんじゃないのかなかと思います結構特徴的なのが裾なんですよね。ちょっとクシュッとした感じで、すぼまるようなシルエットになっているので、このあたりのですね、カジュアルさも含めて、まあ、すごくトレンド感があっていいかなと思います。まあ、レディスのアイテムなので、誰もが履けるというわけではないんですが、まあ、さらにトレンド感を強めて、まあ、ユニクロ U のですね、ボトムスを取り入れてみるというのも、結構新鮮さが出しやすいかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、ということで、今回の動画では、ユニクロの中から春のトレンドアイテムをですね、5つ選出をしてみました。まあ、どのアイテムに関してもトレンド感はあるんですが、割とですね、僕ら世代にとっては見慣れたアイテムかなと思うんですね。例えば、デニム系のアイテムですとか、カーゴパンツですとか、カーディガンですとか、まあ、トレンドアイテムでありつつ、定番的なアイテムではあるんですが、まあ、その中でも、現代的なサイズ感だとか、素材使いだとか、色使いでアップデート されていいいるととううよなな解釈がまあ、まさにですすすねかかりやすいかなと思います全部トライする必要は全くなくて、この中で1、2個取り入れるだけでもだいぶ着こなしが新鮮になるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、ユニクロに行ったら試着をしながらですね、新鮮な雰囲気を味わっていただきたいなと思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少し中級者の方に向けたセレクトショップのオリジナルアイテムですとか、ドメスティックブランドの解説なんかに関しては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりと解説をしています。週に一度のペースでライブ配信をやっていまして、皆さんと交流をしながら Q&A 形式でご質問にもお答えをしていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。 思っていま,すまた、なかなか普段ですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンも運営をしています。そちらの方では、文章と写真ベースで、だいたいですね、1分ぐらいで読めるような記事を、1日、僕の方では2回アップをしていまして、僕以外のスタイリストの方が記事を書いてくれたりだとか、あとは参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイと楽しむコミュニティになっています。気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただければなと。 思っています以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。